今日,はですね、今日10月5日、6日渋谷で開催します、D2C サミットのボードメンバーで来ていただいております、ローズラボの田中さんにお話をお伺いしていきたいと思います。田中さんよよろろししししくくおお願願いいまますすでは早速です、ね、あの自己紹介ということであのお名前もそうですし、まあ、普段どういったお仕事されているかというところと、あともし最近気になる D2C ブランドとか、これ買ってみて楽しかったな、触ってみて楽しかったなみたいなサービスがあれば、その辺もぜひ教えてください。 はいえー、ローズラボ株式会社代表の田中綾香です。えー、今の、まあ、うちの事業概要になると、えー、食用のバラを自社で生産から行っていてでそこで規格外になってしまうロスのものを、えー、加工して化粧品などを、えー、販売しているという形になります。で最近気になっている、えー、D2C ブランドでいうと,、えー、とグリーンスプーンさんかなと思っています。 やっぱりこうお忙しい毎日とかだとそういうところでこう健康気をってみたりとかかそそんな感じですかそうですす、ね、うね健康もやっぱり気をつけなきゃいけない中こう短いスケジュールの中で食事を食べなきゃいけないっていうところでこう栄養素も取れるしなんかこれからやっぱり女性がよりきっと活躍していく未来にはすごいこうフィットしてるんじゃないのかなって思いました。 そうですよね結構なんか D2C であの食品系とかだとそういうねいろんな細かいニーズに応える製品なんかもあるので私も気になって見てるんですが早速ですね、まあ、まずはあのローズラボそして田中さんのことをお伺いしていきたいなと思ってまして、まあ、実際事業を立ち上げられるところから今に至るまで本当になんかこれからお話しいただくところあると思うんですが面白いバックグラウンドをお持ちだなと思ってまして、まあ、立ち上げの時からですねさまざまなこといろいろあったと思いますがその事業の立ち上げから今まで経緯と、まあ、その中で面白かったこと だったりまあ,あの学んだことこれはしんどかったなみたいなことがあればぜひ教えてくださいはい事、えー、業の立ち上げの前にまず前提としてお話しさせていただくと家族に私自身農家はいなかったんですけれどもとにかくまあバラが好きすぎてで大学を20歳で中退してバラ農家に2年間泊まり込みで修行に入って22歳の時に独立したのがこのローズラボになります。 でまあ、苦労で言うと、えっと、農業の部分の方が結構苦労はあるなと思ったんですけれども、えっと、やっぱりこう作ったものがなかなか飲食店に私たち普段食用のバラを納品しているんですけどそこがまあなかなかうまくいかないとかあと自然と共存していかなきゃいけないので天才とも向き合わなきゃいけないっていうところは事業としては苦労が。 ありましたと通販サイトを立ち上げるにあたって苦労したことっていうともう全く私がですねあの知識が <laughs> なくてでもうゼロベースで知識を叩き込んで、えー、そういったメンバーの採用をしてっていうところの立ち上げのもう右も左もわからないしなんかこのいきなり聞く英語3文字みたいな。 LTV とそういうなんかこう業界用語みたいなのが多くて最初は大変だなって思いました。 ありがとうございますいやまさにこの D2C っていう界隈でいくとこうんなことがやってみたいとかこれが好きだからこうしたいっていう思いの部分を先にこう皆さんどんどん形にして実現されていくっていう方が多いので確かにおっしゃる通りであれ事業計画って何だっけとかこの単語なんだっけみたいな話っていうのは結構他のあの代表やられてる方々からもいろいろ伺うんですけれども今回あのサミットではですね田中さんからこう商品開発みたいなところをテーマにあのスピーカーとしてご登壇いただく予定で。 でおりまして、こうお話また、あ、も,もとお伺いしていたときに結構お客様の声をすごく大事にされてるなっていう印象があって、なんかそのコミュニケーションの方法だったりとかケアされている部分だったりとか、まあ、どういうふうに商品開発に活かしているのかみたいなところがあればぜひ触りの部分だけでも教えていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。それで言うと、えっと購入していただいたお客様にアンケートを取っているのと、あとご意見はがき入れているんですけれども。 だいた大体30%ぐらいでは確実に、えっと、お返事いただけるような形です。で、えっとまあ、うちがやってることとしては実際、えっとまあ、コロナ前になってしまうんですけれどもファミーティングっていうのをやっていてお客様と一緒にもう商品開発からお客様に入っていただいて、えー、一緒にものづくりを行うっていうのは、えっと、すごく好評かなと思ってます。 そうですよね。実際自分がこう,こういうのがあったらいいなっていうのが実際商品になるっていうことできっとこれまでの取り組みの中でもそうやってご参加されたお客様が実際に製品使用されてこんな良かったよってフィードバックとか受けるような機会とかもありましたかすごくありますね。あとその、の一番最初の会議に出るる、だけじゃなくて、どんどんん試作する タイミングでお呼びして何回も何回もそれを試してもらうのでその会議をして決まったものがもう一緒にその試作段階でタッチアップできるっていうところで、えっと、共感というか一緒にこう作り上げてるみたいな感覚にお客様自身もなっていただけるのですごい思い入れのある商品になってくれたりそれこそお友達の方とかにすごく紹介してくださるなっていう印象です。 素敵ですねやっぱりこうコミュニティっていうのがいろいろある中でその製品なりブランドを中心にしてそうやって育ててらっしゃったのはきっと田中さんの人柄とかもきっとあるんだろうななんて思いながら伺ってましたがそんな話をでぜひぜひあのリツシーサミットの会ではですねさらにこう深い部分までお伺いできればと思っています改めてですねリツシーサミット開催に向けてまあ、今回ボードメンバーとしてお越しいただいていることそしてスピーカーとしてもご参加いただきますがなんかどんな会にしたいかですとか実際 参加される方々とどんな話がしてみたいかどういったことを議論してみたいかあればぜひ最後に教えてください。そうですね、えっと、競合っていう立ち位置っていうよりは仲間っていう立ち位置でこのサミットには私自身も参加したいなと思っておりまして一緒にこう業界を盛り上げるために、えっとまあ、私の体験談であったり他の人のお話もしっかり聞いて、こう。 そうですね。この D to C 界隈をまあより盛り上げていけたらいいなと思ってます。ありがとうございます。今まさに仲間っていう言葉がありましたが、まあ我々主催としてもそこはすごく思っているところで、こう。 スピーカーであれ、ボードメンバーであれ、参加者であれ、皆さんがこう同じ目線で、これからどうしていったらいいんだろうということを前向きに議論できればになればいいなと思ってますし、実際、あの10月5日、6日は対面のイベントなので、何かこうもうちょっとこう心理的にも近い距離でいろいろお話しできたらなというふうに思っております。改めて、田中さん、あの我々も会場でお会いできるのをすごく楽しみにしてますし、ぜひ本番まで引き続きよろしくお願いします。今日はあしいしまありりががととううごござざいいままししたた